藤ささらです。鈴木つづみです。今回は柴犬というミームコインについて紹介していきたいと思います。シバリウムのローンチで今とても注目を集めている柴犬ですが、この動画では柴犬とは柴犬の価格、柴犬の性能を3つのトークン、開発者魚子とはという順番で話を進めていきます。ぜひ最後までご視聴くださいね。この動画を見ると柴犬についての基本的な情報を知ることができます。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。では早速本題に入ります。柴犬とは、柴犬はヨシという匿名の開発者が2020年8月に発行した仮想通貨です。ドージコインやペペなどと同じミームコインという括りになります。ミームコインのミームとは、インターネット上で拡散される面白い画像や動画のことを意味します。日本語で言うとネタという言葉が意味合い的には近いかもしれません。また柴犬はドージキラーの異名を持つことでも知られています。最初に作られたミームコインは2013年に誕生したドージコインです。日本人にとって馴染み深いモナコインもミームコインの一つに数えられており、様々なミームコインが誕生しています。最近ではペペというミームコインが注目を浴びて価格が急上昇しました。ミームコインは多くの人の注目を浴びると価格が急上昇することがあるため、一攫千金を狙って購入する人もいますが、ミームコインの中で成功しているものはほんの一握りでしかなく、そのうちのほとんどは注目を浴びることなく消えていくことになります。犬系のミームコインだけでもかなりの数があると思うけど、もうほとんど話題にすらならないもんね。うん、確か土佐犬とか秋田犬とかそういうのがあったよね。柴犬の価格。柴犬は2021年に同時コインなどとともに注目され、1年間で約50万倍もの価格上昇を記録しました。柴犬の史上最高値は2021年10月28日につけた 0.000884 ドルです。現在2023年8月17日時点の柴犬の価格は約 0.000925 ドルです。大雑把に言うと、現在の柴犬の価格は史上最高値の10分の1ほどとなっています。柴犬が注目を浴び出した当初は時価総額ランキングにおいてまだ下位に位置していましたが、そこから瞬く間に価格が上昇していき、史上最高値をつけた2021年10月28日の翌日には、なんと同時コインの時価総額を抜いて時価総額ランキング第9位になりました。柴犬は発行当初はほぼ無価値の状態でしたが、2021年にイーロン・マスクが同時コインについてのツイートをして、そこから同時コインに火がつき、同じ犬のデザインをモチーフとしたミームコインである柴犬も注目されることになりました。ああ、柴犬を最初に1万円分買っておけば1万円の50万倍で50億円か。ささらはいつもこういう計算ばかりしてしまうんだよね。そもそも柴犬がほぼ無価値の時に1万円分買うかといえば、買う可能性は限りなくゼロなのに。あはは、そういう計算したくなる気持ちわかるよ。ビットコインでも1BTC が1円以下の時に買っておけばとか考えちゃうんだ。みんなが価値がないと思っている時に買わないと1万倍10万倍は狙えないから、もし買うとしたらお金を捨てる覚悟が必要だね。そうなんだよ。でもお金を捨てる覚悟がないから結局買えないんだよね。仮にかなり思い切って買ったとしても、買ったトークンが柴犬のように大化けする確率はかなり低いから、もはや運の世界だよ。うん、あともう少し現実的な儲け方としては、有望そうなコインが注目を浴び出した初期の頃に買っておいて10倍くらいを狙うという手もあるよ。けどこれもそのコインが有望かどうかを見誤ると損する可能性は大いにあるし、ブラックスワンにより下落する可能性もあるから、おすすめはできないけどね。10倍を狙うのだってかなり難しいよね。それと、ブラックスワンというのはどういう意味なの？ね、予想していなくて、起こった時の衝撃が大きい出来事のことを、ブラックスワンというよ。例えば、2020年に、
コロナショックでビットコインが大暴落したことがあったでしょ。ここでのコロナショックがブラックスワンということだよ。なるほど、ありがとう、すずみちゃん。仮想通貨のニュースを見ていると時々ブラックスワンという言葉が出てくるから、どういう意味なんだろうと思ってたんだけど、ついつい調べるのを後回しにしちゃってたんだ。柴犬の性能を。柴犬はイーサリアムブロックチェーンのトークン規格 ERC20 に準拠しており、イーサリアムブロックチェーンとの互換性を有しています。そのためスマートコントラクトの活用を期待することができます。また柴犬のエコシステムには、柴犬を用いる柴スワップという DEX 分散型取引所や NFT マーケットプレイス、柴犬のレイヤー2ブロックチェーンであるシバリウムがあります。シバスワップでは柴犬に関するトークンの交換、ステーキング、流動性の提供を行って仮想通貨を稼いだりすることができます。シボシズと呼ばれる NFT マーケットプレイスでは柴犬に関連する NFT を購入できます。シバリウムは今後 NFT の分野が伸びると予想されるため、特にメタバースとゲームに焦点が当てられています。 DEX 分散型取引所、NFT マーケットプレイス、レイヤー2、なんか一通り揃ってるって感じだね。ミームコイン以外でもこれだけサービスが揃っている仮想通貨はあまりないんじゃないかな。うん、おそらくそうだろうね。まあ大事なのはサービスの中身だから、その点が今後の評価の分かれ目になるかもしれないね。3つのトークン、柴犬のエコシステムには柴犬の他にボーンとリーシュというトークンが存在します。まず柴犬はエコシステムの主要なトークンであり、総供給量は1000兆枚です。柴犬は柴スワップでステーキングして報酬を得ることができます。ボーンはエコシステムのガバナンストークンであり、総供給量は2億5000万枚です。ボーンはシバリウムを構築するための基盤です。またボーンはシバスワップ内に設置されている DAO、ドギー DAO のガバナンストークンです。リーシュはサポーターのための特別なトークンとして位置づけられており、総供給量はわずか107,646枚です。所有者は独占的な特典やアクセスの恩恵を受けることができます。リーシュはシバ犬と同じく、シバスワップでステーキングして報酬を得ることができます。ちなみに、リーシュという単語の意味は、動物の首輪につけるリードのことです。3つもトークンがあるとどれがどういう役割のコインなのか分かりづらいね。ささら頭がパンクしそうだよ。うん、私もそう思うよ。分からないうちはとりあえずメインの柴犬のことだけでいいんじゃないかな。それで余裕が出てきたら他の2つについても考える感じで。そうだね、ささらそうしてみるよ。開発者リョシとは、柴犬はヨシと呼ばれる匿名の人物により作成されました。ヨシによると、柴犬は分散型の自発的なコミュニティ構築の実験であり、仮想通貨プロジェクトが 100% コミュニティによって運営されたらどうなるのかという実験であるとしています。またヨシにより公開されていたブログは2021年5月30日に書かれたのを最後に1年後に削除されました。ヨシの X、Twitter は現在も存在していますが、過去のツイートはすべて削除されています。また、X、Twitter アカウントから自分の略歴も消去しています。以前、ヨシは次のように述べていたことがあります。芝と同時キラー。同時キラー。リーシュの創設者。私たちは人々のためにそれを行います。私は大したことではなく、いつの日か予告なしにいなくなる。芝に乗って、フレンズを上向きに旅してください。なんかこのリョシという匿名の人物は、サトシ・ナカモトを意識しているような感じがするよ。ある時点までは自分でコインを開発、その後姿を消して、自分がいなくなった後はコミュニティが開発を担うところとか、ビットコインとそっくりだよ。確かにかなり似ているね。まとめ、いかがだったでしょうか。今回は、柴犬についての基本的な情報を紹介しました。今後も柴犬に関する情報をお届けしていきたいと思います。この動画の内容がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。よろしければ、柴犬に関する他の動画もご覧ください。
再生リストの柴犬からご覧いただけます。ここでおすすめの仮想通貨取引所としてビットバンクのご案内をいたします。ビットバンクは取扱い銘柄数が国内最多クラスであり、手数料を安く抑えられる板取引が充実していることから人気のある国内仮想通貨取引所です。海外仮想通貨取引所のように突然利用することができなくなる心配もありませんし、口座を開設されてみてはいかがでしょうか。説明欄にビットバンクへのリンクや口座開設方法を解説した動画とブログ記事へのリンクを記載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければこちらに表示されている次の動画もご覧くださいね。